皆さんこんにちは、マダルグルビッシュです。では今回はギレネワークシューズの脅威 V ハマーワークシューズ編、続きをプレイしていきたいと思います。宇宙は完全に制圧しましたので、今度は地球へと部隊を送り込んでいきます。早速地球降下作戦発動です。我が軍はこれより地球降下作戦を開始する。作戦目標はアフリカ大陸キリマンジャロ基地である。我らを宇宙の暗黒に追いやった者どもに、我らに歯向かうことの恐怖を思い知らせるのだ。諸君らの健闘に期待する。ハマン様力強いですね。若き彗星の肖像の中で、まあ序盤しかまだ読んでないですけども、描かれているハマーンとは全然違いますよね。地球侵攻作戦、あえてその距離出たハマーンに勝利の女神は微笑むのか。人々の母なる大地地球は今再び戦火に脅かされることになったのである。はい、ではすでに部隊ですね、地球降下作戦の準備整ってます。残念ながらサダラーンがですね、まだ完成していないので、主力はエンドラ級になります。まあ、ただエンドラも数揃えてますし、足りない部分は HLV で補っているので、一斉降下していきましょう。目標はアフリカキリマンジャロ。これを取った後はですね、オデッサ、そしてインドマドラスへと部隊を進めやすい、この位置にしてあります。まあ、エンドラが全部で5世紀かな、用意してあったと思います。まあ、それに加えて HLV も用意してあるので、まあ、大部隊をね、一度に降下できるという状態です。アフリカへ降下したアクシーズ軍44、迎え撃つ英語軍34ですね。これだけの大部隊を送り込めるのはですね、グラナダ、これの両端にビーフサムとサイコガンダムマーク2を配備してあるがためですね。全兵力をここに叩きつけることができるというのがとても大きいですよね。ではまずハマーンから出撃させていきましょう。ここにゼータプラスに乗ったアムロがいますね。このアムロは仕留めておきたいな。なんとかハマーン、まあ、モニクのバウ、これで攻撃を仕掛けていきたいと思います。なんとか倒しましょう。まあ、この第一波攻撃、あるいはその次の第二波攻撃、このあたりでね、戦いの趨勢が決まってくると思いますので、火力を集中してできるだけ多く仕留めていきたいと思います。オーギュストもだいぶ能力上がってきてると思いますね。ラカンダカランはハンマハンマに乗ってます。うまくいくもんだ。パパ、ママ、グレミーをお守りください。グレミーはザク3ですね。そして注目のハマーンとアムロ。アムロが前衛にいてくれなかったのがちょっと悔しいかな。格闘でなんとか仕留めたいですね。そうなるとね。モニクのバウが危ないだ。アムロで仕留めきれない。さすがだな、アムロ強い。いやー、さすがアムロだな。やっぱりハマンクラスじゃないとちょっと攻撃がまともに当たらないというのが今の、一戦を見ていただいても明白だったかなと思います。ここでアムロを仕留めきれれば、まあ、この戦い、まあ、問題なく勝利と言えると思います。倒しましたね。ズサが最後はアムロを倒してくれています。では残りの敵を相当していきましょう。ここまで無傷ですね。では敵のモビルスーツ隊は一掃しましたので、残ってる潜水艦を叩いて、このステージ、このエリアの攻略、まあ、完了というところに持っていきたいと思います。まあ、損害
まあ、ほとんどというか全く出ずに来れたので、このまま地球侵攻作戦継続できそうですね。これは大きいだ。まずは第一次降下作戦としてアフリカに上陸した作戦、うまくいきましたね。このままキリマンジャロを取ってしまいたいと思います。ハバン様、グレミートト様より通信が入っています。回線を回します。グレミーから通信が来てますね。ハバン様、アーガマが我々の動きを追って地球に降下するようです。私に部隊をお任せくだされば、必ずやアーガマを討ち取ってご覧に入れます。ご許可をいただけないでしょうか。これはグレミーを派遣しておきましょう。まあ、現状グレミーそんなに戦力になってませんからね。部隊の編成を許可する。了解しました。ずいぶん嬉しそうだな。それほど私から離れていたいのか。お戯れを。必ず戦果を持ち帰ります。ニュータイプ研究所よりマシュマーセロの強化が完了したとの報告が。そうですね、マシュマーは強化人間への強化を行っていたので、それが完了したという報告ですね。ではキリマンジャロです。思ったより敵部隊多いですね。まあ、ただここはどうしても取りたい、生産の拠点になる場所なので、部隊をしっかり送っていきましょう。まあ、ハマーンがいればどうにでもなる、まあ、そういうふうには思っているので、まあ、ハマーンをしっかり使っていきたいと思います。敵はネモが中心ですね。これだったらハマーンのゲベレやバウに乗ったアクシズ軍のエースの敵ではないかなと思います。このままキリマンジャロ中心部まで迫っていきましょう。では最後メタスを撃破して、ようやく地球上での重要拠点キリマンジャロ確保することができました。大きいですよね。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。キリマンジャロの制圧によりインドおよびヨーロッパ方面への進出が可能になりました。マドラス攻略作戦および2つの攻略作戦来ましたね。キリマンジャロでしっかり生産しながら、それぞれ攻略作戦進めていきたいと思いますが、その様子は、次回お届けをしていきたいと思います。まあ、ようやく収入では、ウーゴに追いついてきたかなというところですね。モビルスーツの数でもだいぶ追いついてきているところありますので、まあ、しっかりこのまま戦っていきましょう。